現代の魔女狩り。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。1月5日火曜日。はい、今日から、カラトトリマンも、2021年ね、営業スタートしました。まあ結果だけ申しますとですね、もう今日はね、ひどかったですね。正月休み明け過去14年間で言ったらですね、創業以来、過去ワーストじゃないですかね、多分。はい、超暇でした。で、今日はですね、まあ東京の方がコロナが、1278人とね、過去2番目の数字で、全国で4912人とね、最多となっておりまして、まあ1都3県、どこもね、神奈川、千葉、あの辺もね、めちゃめちゃ増えておりますということでしたけれども、で、まあね、緊急事態宣言ね、まあ、やりますと、いうことらしいんですけれども、緊急事態宣言ってね、言ってる割には映画館とかね、学校も休校なしですから、なんかね、もうピンポイントでね、昨日の動画でも言ったかもしれないですけれども、まあピンポイントでね、本当に飲食店狙い撃ちっていう感じで、緊急事態宣言じゃなくて、もう本当にね、飲食店営業自粛宣言みたいな感じじゃないかなっていうことでね。で、あくまでね、時短要請っていうことでね、まあ要請のはずなのに、今日ね、加藤官房長官の方が時短に応じない店は公表しますよというようなね、お話をね、されておりましたけれどもね、これも要請なのにね、時短に応じない店は公表しますよということはね、もう要請じゃないですよね、強制ですよね。なのでね、なんかいろんなちぐはぐがあるんですけれどもね。あと、もう飲食店ね、全部自粛、8時まで時短営業してくださいよっていうね、話らしいんですけれども、じゃあね、あの牛丼チェーンとかね、吉野家とかすき家とかね、マクドナルドとかね、あと、まあコーヒーチェーンとかもどうなるのかな、スタバとかもどうなるのかなとね、素朴に思うんですけれどもね。まあよく時短要請なんで、まあ緊急事態宣言自体も、まあ時短要請とかもね、まあ、あくまで要請なんで、まあ罰則がね、今のところないんで、まあ居酒屋とかでね、まあ守らないところがね、ありますよとかいう話がありますけれども、今のところね、大手チェーン店とかで、飲食チェーン店とかでですね、8時で、閉店しますよというようなね、話は聞こえてこないので、居酒屋はダメで、こういう食い物屋はセーフみたいなね、なんかちょっとなんか流れになってるような気がしてきましたので、これなんか、まあなんかね、本当に不可解というか不可思議というかですね、なんか今回の緊急事態宣言ね、まあ1都3県のみですけれども、なんか意味あるのかなっていうのがね、まあちょっと、正直な話という感想というかですね、ちぐはぐだなぁと。もうやるんやったら全部みたいな感じじゃなくてですね、もうなんか、まあ夜のね、本当にアルコールを扱うところを狙い撃ちという感じな感じがしますね。本当にまあ現代のね、魔女狩りだなっていうような感じですよね。多分これ、吉野家とかね、マクドナルドとか、まあスタバとかがね、まあ8時で店閉めなくてもですね、別に特になんか、ややそういう自粛警察とかがね、わめかないんでしょうね、多分。まあね、ちょっとなんかで、今日の下関もですね、8人出たっていう話だったんですけれども、まあ、まあ最初にね、報道が出た時8人ってあったんですけども、中身見たらですね、今日の5日が2人で、4日が6人ということになってたんで、なんでこれ合算してから今日発表したから8人で出たのかもしれないですけれども、まあ8人出ましたよみたいな感じで取られたんでしょうね。もう街がね、静まり返っておりましたね。なかなか下関でね、今までほとんど出てなかったんで、8人
まとめて出ましたよっていうのはね、報道が出たらもうね、それはみんなちょっとビビりますわね。なんかこの辺のちょっとなんか報道というかね、数字の出し方もなんか、おかしな話だなというのはね、ちょっとなんかいろんなおかしなね話が今日はね、出まくっておりましたけれども、まあちょっとね2021年ね、初日からちょっとね、かなり絶望感をね、味わいましたね。味わいましたというか、まあ、実際ね、実店舗、うちの店でもね、まあ、食らいましたし、もうね、さっぱりでしたけれども、まあね、報道を見てたら、これはもう本当に誰も出てこなくなるだろうな、みたいなね、本当に、まあ、魔女狩り的報道がね、ガンガン流れておりますからね。これはちょっとバコバコ潰れていくだろうなというのはね、印象というか、まあね、まあ肌感覚も含めてね、まあ、今日一日でなんか、ああもうやめたっていうところもね、多いんじゃないかなとね、正直思いました。まあうちはね、まだちょっと粘っていこうかなと思っておりますけれどもね、もうぼちぼち損切りするところ。損切りというかね、もう物理的にもう無理なとこも出る、まあ出てきてるでしょうし、もうね、こういう状況なんで、もう飲食業だけじゃなくてね、もう、まあ居酒屋業界ね、もう物理的に無理だと、ね、いうような環境的にね、もう無理だというので、もうね、辞めるところもあるでしょうし、まあメンタルね、もうポキッと折られて終了というパターンもあるでしょうけれどもね。まあそれか、またね、借り入れを部屋増やして、まあ、借金もね、解散でええやぐらいの感じで借りれるだけ借りて、もうね、それで、その金がね尽きるまで、まあそれで生き抜くというね、方も、まあ、結構多いんじゃないかなという感じですね。もううちもね、今日でも常連さんとねお話ししててですね、もうマックスとりあえず1回目借りたんですけれどね、もうこれやったらもう借りれるだけね、もう また借りしてもらえるかどうか分かんないですけれどもね、もう1回ちょっとなんか、アクションを起こしてですね、どれぐらい借りれるのかなと、追加ね融資が受けれるかどうかっていうのをね、聞いてみようかなとね、今日ね思いました。はい。でもね、借り入れできるんだったらね、もうマックスまで借り入れしてやろうかなとね思いました。まあ1回目ね、行くのがね早すぎてね、ちょっとね危機感がねこう敏感になりすぎてね、もう、周りのお店というかね、あれより先に、かなりね早い方でしたよね、うちが借りに行った時が。なのでね、あんま借りれなかったんですよね。まだ審査が意外と正常だったというかですね。もう一般的な、融資の、基準みたいな感じだったのかなっていう感じですね。マックスね、まあ、3000万だったのがね、今上限上がって4000万までね、借りれるらしいんですけれども、まあ、それもね、まあ、売上ありきの話なんでね、じゃあ私のとこがね、4000万借りれるかって言ったらね、まあ、貸してくれないでしょうけどね、まあ、どこまで貸してくれるかなっていうのをね、まあ、話はね、聞いてみたいと思います。ちょっとね、キャッシュ増やしとかにはいけんなというような、感じを今日ね、改めて思いました。足らんなと今のじゃ足らんなというようなちょっとね、感じを、受けましたね。ちょっとねピリピリきましたね、肌感覚ではい、というわけでね、まあちょっと、私みたいな感じのね、お店、飲食店経営者もね、結構多くなってきたんじゃないかなとね、思います。はい。まあちょっとね、まあ居酒屋業界ね、うちらの業界はまあね、フルボッコですけれども、じゃあ、まあね、チェーン店、大手飲食チェーン店ねはどうなるのかなっていうのがね、ちょっとこれ見ものだなと思ってね、明日以降ちょっと報道というかね、まあ。各ね、店舗ごとの、店舗ごとっていうグループごとのね、
ホームページとかもねちょっとチェックしながら眺めてみたいなと、思います。でね、これに追い打ちをかけてですね、あさってからね大寒波がやってまいりますので、あ、これで週末は死んだなと。そして、1月ね、今年2021年最初のね3連休、まあ本来であればねこの3連休で、まあ、成人式とかねあったんでしょうけれどもね、まあ成人式も延期となりまして、下関はねで、まあ実質も中止かなというような感じなんですけれども、まあこのね3連休もまあまあないでしょうから、まあどんな感じかなと。まあね年明け、まあうちはね5日から今日からスタートしたんですけれども、今週はもうなさそうだなと全滅っぽいなという感じですよね。で3連休の動きを見て、まあ県外のね、まあ、お客様というか旅行客のね旅行のお客様の流れっていうのがねどんな感じなのかなと。まあ年末お正月もそんなにね流れがあったように感じなかったんで、うん、そのね年明け、まあ平常運転に戻りまして、じゃあ、観光客のね、方の流れっていうのはねあるのかな、あるのかないのかっていうのがね、まあ今週の3連休でねちょっとまあ、まあ試金石というか、まあ、目安になるんだろうなと思います。はい、まあね唐戸市場の様子とね、まあ海峡館、のまあ駐車場、立体駐車場があるんですけどね、まああの辺見たら、まあ大体わかるんでね、まあちょっとねウォッチしてみたいなと思います。まあ今日のね唐戸で行ったらですね、うちのね店の横に大きいね、パーキングがあるんですけれども、そこがね今日ねご来店くださったお客様、曰くねガラガラやったよと、こんなん初めて見たっていうぐらいのね、まあ人気のね、パーキングで、まあ、大体ね普段でももう8割9割埋まってる駐車場なんですけれども、まあそこがねガラガラだったっていうんでね、まあどんだけ人が出てないのかなっていうのが、まあね今日、まあそれが一番、表してるんだろうなと思いました。まあ静かやったですね、うん、まあここにまあ輪をかけてね大寒波が来まして、そしてまあ、3連休もないだろうという感じなんですけれどもね、さあどうしていこうかという感じなんですけどもね、まあちょっとね考えましたけれども、じゃあね、お正月のね自分の、行動パターンを見まして、ね、まあ振り返ってみましてですね、まあ私ぼっち代表ですけれども独身ですけれどもね、でまあお正月ももうね誰とも会わないって決めてたんで、まあね、誘いも断ってまあ何件かあったんですけどね、まあこういうね状況なんでちょっとやめときますというので、まあ一人で単独行動をしてたんですけれどもね、私の行動が全てなんかまあいわゆる、なんか正しいね模範的な行動だったんじゃないかなというのをねちょっと検証というか自分で振り返ってみてね、あ模範的な行動してたなとね思いまして、まずね人と、会話しない喋ってないですね。会話があったっつったらねもう本当に、すっぽんね料理食べてる時にね、中井さんが、すっぽんのね説明をしてくださったのをね無言で聞いて、無言の時聞いて、まあねその中井さんはマスクされてますし距離がねもう離れてますからね、近くで話してるわけじゃなくてね、もう1メーター、2メーター、1メーター半、2メーターぐらい遠くからね説明してくださってるわけですからね、まあ全然濃厚接触でも何でもないですし、まああとはですね、まあ神社もね誰ともしゃべってないですしね、で帰ってきて、温泉行ったか、安治の温泉行ったけど温泉もね、近くに誰もいないですしね、風呂入ってる時も周りに誰もいない状態で、うーん脱衣所でも、近くにね誰もいなかったんでそこもセーフという感じですよね。
基本会話してなかったですからね、旅行中で帰ってきて河原そば飯食い行って、まあ、それもオーダーだけですからね、会話があったのが。で、まあ、店員さんもね当然マスクしてますし、うん、あとは、うなぎをね食いた時も注文のみあとお会計の時ぐらいですよね。お会計の時はパーテーションね、ありますから関係なしと。というわけでですね、まあ消費をね促すというかですね、まあ、あと売り上げ上げてくれる人っつったらね、もう単独行動を取ってる方だけなんじゃないかなってね、思ってみたりしますね。まあ、せいぜい、2人かな、うん、ぐらいじゃないかなっていうような感じがしてまいりましたね。まあ要するにね、私みたいなね、感じの人をどれだけ集客できるかが、今後のね生き残りを、かけた、方法かもしれませんというのをねちょっと紹介したいと思いました。まあ、旅行ね、まあ、普通の人だったらね一人旅行とかってあんましないのかもしれないですけれども、意外とね、独身男性って、結構単独行動すると思うんですよね。まあ独身男性あるあるですけれども、でまあ使える金もね、まあ普通のサラリーマンで、サラリーマンの方、なおかつ、家族持ちねで子供さんいらっしゃる方に比べたら、まあ、使える金はね多いですよね。まあ、ですので、まあ、時間の自由があると。で、まあ、時間の自由というかですね、まあ、誰にも何ちゅうかね制約を受けないというかね、まあ、そういう意味での自由ですよね。で、あとまあ金もまあね自分が良ければ使うという感じでしょうからね。まあで、まあある程度のね年齢だったら、まあ貯蓄もある程度持ってる方ね多いでしょうから、いつやったかな、本当に都会にね、大都市でまあ独身でね自分で商売してるビジネスをねしてる、同級生とかのね話を何人か聞いたことあるんですけどね、めちゃめちゃ金持ってますからね。まあ都会なんでね、そもそもの年収も太いですから、まあそんだけ貯めれるんでしょうけれどね、金持ってんなと思いましたもんね。まあ、田舎だったらまたちょっとねあの話が違ってくるのかもしれないですけれども、まあ、それでもね、まあ、あんまり、まあ、変わらないっちゃ変わらないんかもしれないですけれどもね、まあ、今回ね1都3県ね、まあ、緊急事態宣言出ましたけれども、まあ、あとねもう金使っていただくって言ったらですね、もう 単身者、ねまあ、特に独身男性をターゲットにして、まあ、どんな商売ができるかなっていうようなね、まあ、テーマはね欲望欲望だったりするのかなと。まあ普通だったらね、通常のコロナ禍じゃなかったとしても単身者をね取り込もうと思ったらですね、まあそういう、まあね例えば何かにねハマるようなね、商売っていうような感じなのが一番いいんでしょうけれどもね、うん、まあ、そしたらね、素直にお金をね払ってくださるという感じなんでしょうけどね。まあ好きなものにはねパッとお金使うでしょうしね、うん、ですのでね、まあその層ぐらいしかいないのかなと思いますね。まあ、あとは本当にこれだけもうね危ないってね言われ続けてて、でピンポイントでね、まあ夜の飲食店、まあアルコールをね扱う飲食店が、まあ魔女狩りね、しまくられておりますので、まあ、残されたね、ターゲット層というのはね、まあ、そういう、ぼっちの方ね、私を代表するぼっちの方ね、ぼっち仲間ぐらいなのかなと。まあ、あとはね、まあ、1人2人ぐらい、まあ、3人もなんか怪しくなってきましたね、うん、もう団体っていうのはもう当分なさそうな気がしますし、ちょっとね去年までだったらねファミリー層もまだ来てくれてたんですけれどもね、こんだけちょっと煽り散らされとったらですね、まあ子供さん持ちのね、お母さんお父さんもちょっとやめとこうっていうね風になるかもしれないのでですね、厳しいなというような感じですね。
はい、というわけでね、まあ、今日一日ね、まあ今日が初日だったんですけれども、まあちょっとね、絶望ゲージがね、上昇しまくりましたという話でございました。まああとね、この一都三県って広いですよね。広いんで、で1日ね、保証が8時まで時短したらですね、8時閉店かで、アルコールが7時で終わりかな、を守りましたら1日5万円もらえますよというね話なんですけれども、範囲がね広すぎるんで、家賃がね、まあそれ100万するとこまでは、10万でいけるようなところもあるかもしれないんですけれどもね、まあ、あと家族経営でねやってるところとか、まあ、夫婦2人でやってるとか、まあ、あと1人で経営してるところとかだったらですね、もう1日5万もらってからもうあと休んどけってねなるところもあるでしょうし、全然余裕みたいなねところもあるかもしれないですし、まあ、従業員さんね多く抱えてる大箱のね店舗なんかだとですね、まあ、5万円じゃ全然足りないので、もう参ったっていう感じですよね。参ったしましょうっていう感じにね、まあなるでしょうからね。でこの、緊急事態宣言ね、期間がまあ1ヶ月とか、もっとなりそうなんで、これはもう一都三県のね店潰れまくりますよね。まあ路頭に迷う人がね増えるでしょうね。まあそのね煽りで、まあ田舎もね、田舎も大して数がまだ増えてないところでも、まあうちみたいにねもう本当に思いっきり食らってるところもね多いでしょうから、まあ一都三県だけじゃないですよね。もう特にまあここはねまだ保証1日5万もらえるので得してるところもねあるかもしれないですけれども、その煽りを受けたねうちらみたいなこういう田舎のね飲食店、居酒屋業界っていうのは保証なしの、影響だけ食らいまくるという感じなんでね、勘弁してよという感じですね。でまあ今日はね東京、1278人でしたけれども、まだこれ検査数とかがね、まあお正月挟んでましたので少ない時のなんでしょうから、まあこれでもね少ないんでしょうから、で火曜日にしたら過去最高ですからね、まあ明日、まあ今週末ぐらいね2000人超えるんじゃないかなというような感じですね。東京2000人超えたら、まあ、全国で1万人ね達する、こともねもうそこまで来てるんじゃないですかね。さあどうなっていきますかねという感じですね。もう、何度もね、過去動画でもね、まあ、1月2月3月、まあ、多くて4月まではね耐えますよと、もう覚悟してますよというねお話はしてまいりましたけれども、まあね2021年初日始まってすぐにね、まあ軽く絶望させていただきましたね。まあ耐えるとね決めてましたけれども、決めてたのにね、分かってましたよと、けれどもね、まあいざねこういう、報道の嵐とね実際の数字、まあ実店舗でのこのね、静けさ街自体の静けさ、などを見て、まあ、実感ね体感してまいりますとですね、まあ、数字以上のね、まあ、絶望感ですねを、まあ、全国のね、まあ、同志の皆さんね、飲食店経営者居酒屋経営者の皆さんをね、感じてらっしゃるんじゃないかなと、ね、思います。まあねちょっと、まあ、考えすぎないようにね、まあメンタルをねニュートラルな状態に維持できるようにね皆さんちょっと、していかないとね、まあ大変なことになっていきますからね。平常心って、まあ平常心ではねなかなか折れませんからね、ちょっと心が折れないようにね、まあいろいろ気を紛らわしながらね日々過ごしていきましょうという感じでございます。はい、ちょっとねまた明日以降から厳しいですし、まあ本当にねうちで言いますとですね、まあ、1月今のところ予約ゼロです。はい、でまあ今日でも、まあ、常連さんね今日の、ねお客様の、人数を言いますとですね、まあ1、2、3、4人、
イートインがね4人お客様で、お一人テイクアウトしていただきましたという感じでしたね。売上1万円ね、笑うしかないですよね。はい、というわけでね、まあバイト代すら出ませんでしたという感じで、人件費もね出ませんでしたっていう感じですかね。はい、というわけでね、まあちょっとマシあったのがですね、まあマシあったというか、まあこんな状態なんでね、まあちょっとめちゃめちゃ弱気でね、まあ仕込み少なめにしてたんで、まあ廃棄はまあ最小限で済んだなというような感じだったんですけどもね、まあそれだとね、まあいざお客様が来た時にね、商品が足りないとかいう場合もありますんでね、本当ねこれから仕入れをねどうしていこうかなというのがね本当に頭が痛いところでございます。はい、まあね全国のね、まあ本当に経営者の皆様ね、まあどこも同じでしょうけれども、まあ今日ようやくですかね、久しぶり、まあ今までは飲食店とかね、まあそういうところしかなんかあんまスポットが当たってなかったんですけれども、今日なんかねニュースでえらい仕入れ業者のね方とか、にもねスポットが当たってね、なんで、まあそういう業者さんには、補助金が出ないのかと支援金がないのかというようなね報道がされておりましたけれどもね、まあもうここまで来たらですね、もう全部ですからね、でまあ、持続化給付金とかのね話もまたちょろっとなんか出てまいりましたけれども、まあ保証ね、まあその云々つよりまあ持続化給付金とかの方が分かりやすいのかなっていうような感じですよね。まあでも大変、まあとりあえずね、まあ気を確かに気をね確かに思ってね、心が折れないように、日々ね、健やかに心健やかにね生きてまいりましょう皆様。はい、というわけでね今日ね唯一嬉しかったね、ことがございます。チャンネル登録数の方がですね、昨日、143人だったんですけれども、今日でね、3人増えまして146人となりました。まあ今年というか今月でね150人ね、ちょうど切りのいい150人、今のところね10ずつね、目標を立ててまいりましたけれどもね、100達成してから110だ次はみたいなね感じで徐々に小刻みにねやってまいりましたけれども、あと4人でね、150念願の150ね達成しますのでね、まあこれぐらいかな、嬉しいというかまあなんか日々のね、励みはまあそれぐらいね冷え込んでおりますという形ですね。はい、もう完全にもう、下関、まあ下関で言いますとですね、本当にもう経済止まってんじゃねえかなというような感じすら受けますね。はい、恐ろしいです。はい、というわけでね、まあ2021年もね、まあ今日スタートしましたけれどもよろしくお願いいたします。はい、とりあえず予約がありませんので、今年ね最初のご予約いただけましたら、嬉しいです。0832321619までねよろしくお願いいたします。はい、まあ今日ね初日ということでね、もう、まあお金だけ出ていって入りがなかったんでね、かなりね、もう切なくなりましたけれども、まあね、まだまだね先は長いので、もうぼちぼちね、まあ日々できることをね粛々とねやりながら、生活していくしかないなと思っている次第でございます。まあ準備はね、まあ去年の段階でまあある程度やってますので、まあとりあえず半年、上半期前半ね半年とりあえず息抜きます。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。